山寺です。今ですね、京阪電車の中庄島の駅で途中下車してみました。またね、この辺のね、酒場巡りをしたいと思います。ではちょっと行ってきます。今日のね、お店はですね、お寿司とお造りの井上さんですね。こちらのお店にちょっと入っていきたいと思います。こちらね、以前ね、1回だけお邪魔したことあるんで、あのブログでね、ちょっと書かせていただきました。ちょっと今から入っていきたいと思います。はい、こちらですね、井上さん来てますけども、靴を脱いでね、靴を脱いで座って、ね、食べれる、なんか落ち着いたお店でね、結構いいです。僕大好きです、ほんまに。めちゃくちゃ久々に来たんですけどね、皆さんもしよろしければ井上さんの方に来てみてください。まずはですね、米焼酎からいただきます。ロックです。あ、うまい。米焼酎美味しいですね。これなんかこう刺身とかね、 お寿司となんか合いそうですよ。うまいです。ここなんかしっぽり飲める大人のお店みたいな感じですよ。靴脱いでね、リラックスして座ってゆっくり飲めるんでね、めちゃくちゃいいですよ、ここのお店は。作りとこ盛りを注文しました。1000円です。これがね、マグロ、タイ、カンパチ、サーモン、甘エビ、イカ、タコ、最高ですよ。まずはですね、山寺が大好きなサーモン、ちょっとわさびをつけて、ちょっとつけていただきますね。めっちゃ美味しい。この方、新車の関西、今の車を下取りに出したんです。まあ、油がね、乗りまくってめっちゃ美味しいですよ。最高ですわ。このね、米焼酎と刺身合いますね。私日本酒がね、苦手なんで、米焼酎の、飲んでますけども、美味しい。ついにですね、マグロ、これもちょっとね、わさびをちょっとのつけまして、これでいただきます。おいしい。まあね、ここはお刺身間違いないですよ。お寿司もあってね、また後でお寿司食べますけどね、お寿司も美味しいんですよ。一品料理がね、美味しくてね、いろいろあって、海鮮の一品料理が結構充実してますんでね、皆さん、よかったら食べてみてください。もうこの刺身最高で美味しいですよ。次ですね、タコ、これ絶対美味しいですよ。このタコもちょっとわさびだね。いただきます。もうね、コリコリしてめっちゃうまい。新鮮ですね。うまいわ。次ですね、カンパチ、大きいですよ、切り身もすごいですよ。これね、1000円で出してちょっと儲かるかなっていうぐらいの感じ。めっちゃ美味しいですわ、ほんまに。このね、
米焼酎とめちゃくちゃ合うんですよ。ここのお魚最高ですよ。今でもお昼営業されてるんですか？以上は続いてます、はい、11時半ぐらいでしたっけ。1時45分からなんですけど、はいはい、あ早かった、あの暇だったら閉めてますな。あ1時半頃にも、昼も飲めますもんね、確かね。お昼も飲めますもんね、ちょっと飲めますもんね、はい、11時45分ぐらいから45分から開けるんですけど、うん、まあ1時ぐらいまで開いてますね。開いてます、うん、お客さんの状況が間に合わなかったらもう開けないときは。ああ、最近は、うん、お休みはいつですかね。日曜祝日。夜は何時から営業ですかね。夜5時半から。5時半から、ああ、わかりました。日曜祝日がお休みで夜は5時半から、まあ、どっちもね、昼も夜も飲めるっていうことですもんね、うん、そうですね、ね、たまにはい、次はですね、鯛をいただきます。これも美味しそう。なんかね、ここの刺身ね、全部美味しいですよ、本当に、うん、しかもこんなね、綺麗な刺身で盛り合わせで1000円ですからね、安いでしょ、本当に。はい、美味しい鯛、うん、めっちゃ美味しい。お酒進みますよ。で、ここのお店ね、まあ、あの値段はちゃんと明朗会計で書いてるんですけど、ね、メニューにね、その時によってやっぱ仕入れの値段によってね、若干ちょっと上下するみたいですわ。でもね、この、 あのお刺身盛り合わせは1000円には変わらへんみたいなんですけども、他のやつはね、ちょっと若干ね、その日の仕入れで変わることもあるっていうことですけども、言うても安いですからね、そもそも安いんで、全然そんなね、あの驚くようなお値段に違いますよ、うん、靴脱いであのゆったりねできるお店にしてはね、値段安いと思いますわ、うん、大人のお店でね、なんか落ち着いて飲めます。いいですよ、ほんまに。あの店主とね、会話しながら飲めるお酒ですわ、うん、最高です、うん、もうちょっとしたらまたおかわりいただかないといけないんですよ、もうちょっとしたらね。はい、2杯目です。2杯目の米焼酎です。やっぱり美味しいね。あ、飲んだのエスタデイをサバなかなかないじゃん。何食べても美味しいね、お店。いいわ、ここは。皆さんもしよろしければ来てみてください。大人のお店ですから、うん、はい、次ですね、わさび昆布をいただきたいと思います。300円ですよ、わさび昆布。絶対これ美味しいでしょ。めちゃめちゃね、鼻にツーンとくるね、わさび昆布ですけども、これは美味しいわ。これまたね、お酒が進みますよ、うん、最高やわ、うん。まあですね、お寿司を注文しました、トロサーモンとうなぎ、うん、これね、どちらもね、このお店はね、炙りもできるんですよ。ほんでね、両方とも炙りで注文してみました。どんな感じなのか、やっぱ炙りにするとね、やっぱりね、あのお魚の甘みが出てね、美味しいですよね。僕炙り好きなんでね、うん、はい、今ですね、うなぎとトロサーモン来ました。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。これね、2貫でね、うなぎが800円で、ね、トロサーモンが350円ですよ。すっごい豪華ですよね。両方とも炙りにしてもらいましたよ。まずは、うなぎからいただきます。これやばい。めっちゃめちゃ美味しい。締めに最高です。うまい。次ですね、炙りサーモン、トロサーモン、これもすっ
ごいでしょこれ。ポン酢かかってるんでこのまま食べてくださいっていうことです。いただきます。はい、なさい。うまっ、取りますわ。最高。もうね、泣きそうなぐらいうまいです。はい、今ですね、井上さんで飲み食べしてきました。ここはね、すごい料理が美味しいですね。もう最高でした、ということです。皆さんもしよろしければ、私の YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それといつも、私の YouTube をご視聴していただいている皆様、本当に感謝しております。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼いたします。